こで練習してたんかと思うと本当にすごいなと思う。始まりました、イエーイ。はー、ということで今日はあのリンクに、はい、来ています。で、今日は何をするかというと、もう僕の本当になんていうんだろう、もう心に残る、まあ、僕だけじゃない、もう全国民の心に残るちょっとあの名演技を、まあ、今僕が持てる力すべてを使って忠実に再現してみようと思います。あの、じゃあどの演技かっていうと、浅田真央さんのソチオリンピックのフリーの演技を頑張りたいと思います。イエーイ。だからあの構成は最初、トリプルアクセルから始まってフリップループして、ルッツアクセルとサルコーフリップループループからの最後トリプルループで、もうこの最後、この真央ちゃんの気合の入ったランディングで終わって、正直この構成って女子にしたら信じられないぐらいめちゃくちゃ難しい構成なんですよ。イコール男子でもなかなか難しい構成になってるので、真央ちゃんのリスペクトも込めて、ほんまにどこまでできるか分かんないんですけど、ちょっとやっぱり やってみたいので、あの炎上するとは思うんですけど、皆さんちょっとあのコメント欄をお手柔らかにお願いします。すいません、すいません、ごめんなさい。頑張りますので、今からちょっと練習してから臨むんでお願いします。すいません。あ、最初こうやったな。あれ、どっちだった、左足だった、右足。ああ、もうちょっと待って、うわ、これほんまに結構時間かかるかも。え、大丈夫です、時間本当に大丈夫です、たっぷり。普段そのご自身のプログラムの振りがこう体に入るのってどれぐらいかかるものなんですか、うん、自分のやつだったら。ああ、でも1時間半あれば3分ぐらいの振りだったら覚えれるんですけど、ちょっと待って、フリップループの入り方むずない？え、嘘、まおちゃんこんな難しいの？やばい、どうしよう。動くと分かる難しさっていう。あ、こうや、こうや、そうそう、これ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 で、こうでチュポアクソンに行くのね。チュポアクソン、体硬。ここだけあのちょっとレイバックスピンってあるんですけど、女の子がこのやるがもうほんまにちょっとあのビールマンとかさすがにちょっと4時間ではできないので、ちょっとそこだけちょっと割愛させてもらってもいいですか。いやー、大変。タンタンタン、ぐるりん、あ、こうか。どうしよう、もうこれ言っちゃったからやらなあかんの。いやいや、やります。ダンパン、ツイズル、パンパン、タン、タタタタタタンタン、パンパン、ツイズル、タンタン、ジャンプ、タンタン、グリーン。もうここ取れました。もう大丈夫ですか、この見てるシーンは。じゃあちょっと実際に動いて練習します。ちょっとじゃ あの皆さん休憩してもらって。
見てもこの汗しんどい。準備できました。
しんど、最後のステップやば、ね、マジあれびっくりしてんけど、足動かなすぎて。このプログラムはしんどい、本当に。最後のステップどのジャンプよりもしんどかったもん。ステップだけでも結構練習してたんですけど、その時はやっぱうまくできるんですけど、ジャンプ全部飛んでからやるっていうのが、しかも1個抜けちゃったし、うん、ごめん真央ちゃん3連続抜けちゃった、ごめんなさい。いやでもなんか改めて真央ちゃんの凄さが分かったな、このプログラムのすべ、あれをなんかあんなはつらつとできるとやっぱすごいな。やっぱこの曲聴くと、僕もこのシーズンずっと真央ちゃんと一緒に試合したんが2回あったかな、2回あって会場でいつも応援してたんで、なんかその時のちょっと気持ちが戻ってきましたね、13年ぐらいの気持ちが。あーなんかちょっと うるっと来てしまった自分で滑りながら。いやすごい本当に。あれちょっと待って、なんかちょっと涙が出てきた、なんでなんでよ。ちょっと感情移入しすぎた。すごいわ、毎日これ練習してたんかと思うと本当にすごいなと思う。なんで泣いてんやろ。なんで泣いてんやろ。じゃあ次は羽生さんのやつ。え確かにね、これが好評だったら次また違う人の、皆さん見ていただいてありがとうございました。この動画は結構僕がガンガン滑っていくスタイル&まあ現役選手のいいとことかも皆さんにお伝えできたらいいかなっていうチャンネルなので、よろしかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。